大内麻里は当選まであと一歩と迫っています。宮城の区から初の共産党の議席、何としても大内麻里、大内麻里に勝ち取らせてください。ありがとうございます。宮城の区から宮城県議会議員選挙に立候補しております日本共産党の大内麻里です。海外で戦争する国づくり、安保法制が自民党公明党の数の暴力で強行採決がされました。この安保法制をめぐって多くの市民の皆さんがこの間私たちと一緒になって自らの思いで立ち上がりました。子育て中のママやパパは誰の子供も殺させないと言って立ち上がりました。創価学会の方の中には直接公明党の本部に抗議の電話をして、公明党は安倍政権のブレーキ役だったのではないのかと、このように理性と良識の声を発揮してくださる創価学会の方まで生まれました。この選挙戦を通じて私たち多くの市民の皆様と対話を重ねてまいりました。元自衛官の方は大っぴらには言えないけれども、この安倍政権の暴走ぶり、自衛官を戦闘地域に送るこの安保法制、何としても止めたいと言って、うちには4票やあると言って、私ども日本共産党大内麻里に投票してくださるということを約束してくださいました。今このように多くの市民の皆さんがこれからの未来に不安を抱く、子どもたちの未来にどんな社会を手渡していくのか真剣に模索をしてくださっています。私たちはこの安保法制をめぐる問題でも、強行採決直後に行われる全国で一番大きなこの宮城県議会議員選挙で、安倍政権の暴走政治に皆様とご一緒になってストップをかける、そして憲法を無視し国民を無視した安倍政権、取って代わる新しい国民の連合政府作っていこうというスタートを切る選挙にしていきたいと言って、皆様にお訴えをしてまいりました。同時に宮城県議会、この暮らしの問題も大きな争点になっています。宮城県は東北トップレベルの財政力を持っています。しかし宮城県の福祉にかける予算が極端に少なくて、医療も教育も介護も保育も、そして子育て支援、あらゆる福祉の分野、全国最下位レベルのものになっております。この宮城県政の在り方、ご一緒に切り替えていこうと申し上げてまいりました。今子どもたちや高齢者の皆さん、子育て世代の皆さん、多くの市民の皆さんの生活が日々悪化の一途をたどっております。子どもたちはいじめや不登校、虐待や自殺、高齢者の皆さんも年金下がって物価は上がる、もう暮らしていけない、悲鳴のような声たくさん聞いてまいりました。子育て世代、若い世代の皆さんは2人に1人が非正規雇用です。低賃金、長時間、過密労働、この下で子どもたちの6人に1人が1日1食の食事さえまともに取れない、そんな貧困世帯に住まざるを得ない、そんな状況が社会から放置されています。今政治に求められているのは、この痛みに寄り添う政治なのではないでしょうか。今私たち申し上げている政策のうち、せめて子どもの医療費は全国平均並みの中学校3年生まで無料化を実現させること、35人以下の少人数学級を実現させて、一人一人の子どもたち、いじめや不登校で悩んでいる子どもたちに先生や大人の皆さんのあったかな目が行き届くような学校環境を作っていきたいと申し上げております。特別養護老人ホームや認可保育所など必要な施設をちゃんと作って、保育士さんや介護労働者の皆さんのお給料や処遇を改善させていくこと、それを手始めに若者の正規雇用を抜本的に増やしていこうということを呼びかけておりました。これらの政策全部実現させるのに必要な予算は県の財政のたった 1% から 2% 程度で実現できるんです。この 1% や 2% 程度の財源でできる福祉をずっとやってこなかった自民党公明党主導の宮城県政を皆様とご一緒に一歩一歩切り替えてまいります。今度の選挙、今日が最終日です。この宮城県議会議員選挙で日本共産党の議席を現有4議席から私大内麻里を含めて倍の9議席へとどうか押し上げてください。
県政の場に福祉の心をご一緒に取り戻させてくださいますよう心よりお願い申し上げます。東日本大震災や東京電力原発の事故から4年7ヶ月も経過いたしました。地震や津波、自然災害が後を絶ちません。この下で女川原発の再稼働が来年2016年に宮城県では準備されています。女川原発、ここ宮城野区、直線距離で 50km、 東日本大震災の時5つあった外部電源、4つが地震で倒れて、たった1つの電源がかろうじて生き残って、メルトダウンの事故を危機一髪で免れました。こんなに危険だった女川原発、再稼働させるわけにはいきません。皆様とご一緒に必ずストップさせます。福島の原発の事故目の当たりにして、私たちはもう二度と原発の危険、そして戦争する国づくり、子どもたちの未来に手渡すわけにはいかないと誓いました。皆様とご一緒に子どもたちの未来には平和で安全安心、一人一人が自分らしく、人間らしく、自分の人生を最後まで大切にできる、そんな社会をあらゆる違い乗り越えて、多くの皆さんと手をつないでご一緒に手渡していきたいと考えております。どうか皆様、今回ばかりは党派を超えて、あらゆる違いを乗り越えて、今度ばかりは共産党、今度ばかりは 大内真理だと、どうか支持の輪広げていただきますよう心よりお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。